こんにちは、ヒルトルフィリップ太郎です。この事務所でちょっと動画を撮るのはちょっと久々なんですけれども、お元気ですか？最近はね、私のスタッフがね、外で撮った動画を定期的にアップしてくれていたんですけれども、ちょっと私がここで自分で動画を撮るのは久々です。で、今ね、本当に2017年もそろそろね、あと1ヶ月弱で、もう1ヶ月ぐらいかで終わりですよね。まあもちろんね、私たちマーケッターって起業家とね、呼ばれる人間を、まあ来年どういう戦略でビジネスやっていこうかなっていうのをね、まあすでに考えているはずですし、もしあんまり考えてないよっていうのであれば、まあ、それをね、本当にもうすぐに具体的に考えないとそろそろまずい段階ですよね。で、私はね、インターネットビジネス業界というところでビジネスをさせていただいてるんですけれども、まあ、来年以降ね、ネットビジネス、インターネットビジネスがどう変わっていくかっていうと、まあ、私はすごくいい方向に、健全な方向に変わっていくっていう風なね、もう予感というか、そういう流れができてるわけなんですよね。で、まあ、そもそも私がこの業界に入った、まあ、師匠に、まあ、拾っていただいて、まあ、師匠の会社で働かせていただくようになったんですけれども、その時ね、よく上司から言われたのが、このビジネスっていうのはコンサルティングビジネスなんだよって言っておっしゃってたんですよね。で、それはどういうことかっていうと、やっぱり自分が知っている知識だったり経験、ね、他の人が知りたいような困っているような問題を解決する知識、経験とかね、ノウハウというのを、まあ、オンライン上で人に、提供して、その代わりにお金をいただくものなんですよと、まあ、コンサルティングビジネスなんだよっていうことをね、おっしゃっていただいて、あ、こんなね、生き方、こんなビジネスもあるんだなということで、私もじゃあこの業界で生きてね、行こう、骨を埋めようかなっていうところで、ね、本当にもう8年、9年近く経ってしまって、今に至るわけなんですね。で、ただ、その私もよく言ってるんですけども、やっぱ最近この業界がね、本当になんかおかしくなってきてると。ね、本当になんていうのかな、そういうコンサルじゃなくて、誰でも何もしなくても稼げますよっていう大文句で、投資案件を進めたり、MLM ですよね。結局蓋を開けてみるとマルチレベル、ネットワーク、ね、マルチレベル のビジネスにと同じそのなんか携帯のビジネスモデルで、ね、商品を他の人に売らせていくっていうことで収入を得るっていう、まあ、ちょっとそれどうなんだろうなっていう、なんかね、そもそもこれその破綻するだろうっていうね、どう考えても破綻するだろうっていう、本当になんかこの業界の評判を下げるようなね、やからがたくさんね、出てきたわけですよ。で、まあね、やっぱりそこでね、そういう人たちがたくさん出てきて、まあ数年経ってるわけですけれども、やっぱりさすがにね、その市場もバカではないというか、ね、やっぱりこう、それは違うだろうとっていうね、ことに気がついている方もたくさん増えていますし、実際私もね、この業界裏側は結構いろんな情報が入ってくるんでわかるんですけれども、やっぱ若いね、優秀な経営者さんとかがやっぱり例えばそれこそね、詐欺的なことをやっていたところで働いてたようなスタッフさんも、いや、さすがにこれなんかね、おかしいだろうっていうことで、やっぱり独立してね、新しい会社を作ってね、ちゃんと真っ当なビジネスをやっていこうっていうことで、本当に独立をね、されてる方も何も知っています。ですので、あなたもね、これから2018年に入っていくわけなんですけれども、本当にこの業界がね、すごく経営者とかがね、そういう人を対象にしたところから、もっとなんかそのいろんな人をね、巻き込んでいって簡単に稼げますよっていう形で、このインターネットビジネス業界がすごいね、広くなってしまってたのがここ数年間だと思うんですけれども、またそれが本当にね、やっぱり詐欺的なことをやってる人たちっていうのは淘汰されていきます。で、実際裏の話を聞いていても、やっぱりそういう人たちっていうのはね、本当にやっぱリピーターがつかないわけじゃないですか。あと悪評も広がりますよね。っていうことで、やっぱり毎回お金をかけて全く知らない人たちをね、常に集客していかないといけませんので、すごくまあ行き詰まってるとね、うまくいっていないみたいなね、話もよく私の耳に入ってきますので、本当にこれからの時代はですね、まあインターネットビジネスもやっぱりちゃんとやってる人がね、うまく生き残っていくんじゃないかなと、まあそれは間違いないかなというふうに確信しています。まあ、そしてもう一つの傾向として、まあこれはね、日本でもアメリカでもそうなんですけれども、やっぱりプロダクトローンチっていうやり方がね、すごくね、やっぱり昔から盛んだったんですけれども、それがやっぱりその一つのやり方がすごく、アフィリエーターさんに、いろんなね、アフィリエーターさんに告知をお願いして、リストを集めるっていうやり方が
一つのね、まあ一番大きなプロダクトローンチのやり方でした。で、それがやっぱりすごく単価、広告費が上がってしまっていて、その分なんかその上がった広告費が商品にも転嫁されて、商品価格もね、その100万なんて昔はその100万なんてする商品なかったのが、ね、100万、200万とか下手すれば400万みたいなね、形でなんかもうその値がおかしくなってきてるわけなんですよね。で、やっぱその流れはおかしいだろうということで、ね、私はもっと安く商品を販売してるわけなんですけれども、やっぱりアメリカでもこのジョイントベンチャーっていうのはどうなんだろうと、ね、自分のリストを他の人に、ね、共有しちゃ売っちゃうようなものなので、結局そんなジョイントベンチャーやらない方がいいんじゃないのって言ってるアメリカの有名なインターネットマーケッターもね、増えてきてるわけなんですよ。じゃあね、じゃあどうやってアフィリエーターなしにリストを集めるかっていうと、それは今やっぱりね、 Facebook 広告というものが非常にね、効果があります。私もね、なんだ、ね、ヒルトルさん Facebook 広告なんでそんな詳しいんですかって思われるかもしれませんけど、やっぱここ2年ぐらい Facebook 広告を自分でね、お金出してやっていまして、まあ、その結果結構失敗はしてきたんですけれども、やっぱり最近、まあ、このね、今年に入ってからうまくいくやり方が少しずつ分かってきて、最近は非常にね、安い価格でリストを集客できているという、ね、実績もありますので、本当にね、あなたが今もし Facebook 広告とかをね、やっぱりビジネスで使っていないのなら、ぜひね、Facebook 広告に挑戦していただいて、ね、安くリストを集めてほしいなというふうに思ってます。まあ、ただね、まあ、そのためにはいくつかテクニックが必要ですので、私もね、もうすぐ、ちょっと Facebook 広告の ebook とかね、ちょっとまあ安い教材とかも作りましたので、ぜひね、それを、ご購入いただいてというか、まあ、まずは無料で見ていただいて、まあご興味があればその後のね、有料の教材も、超安く販売しますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思ってます。ということでね、本当に今Facebook ね、 Facebook 広告もそうですし、 Facebook メッセンジャーボットとかも出てきました。そして Facebook ライブっていうのもねありますよね。っていうね、 Facebook を本当に活用することが、ね、Facebook の機能を活用することがこれからね、インターネットビジネスで2018年以降も、継続してビジネスをやっていくためのすごく大事なね、ポイントとなりますので、ぜひね、 Facebook が嫌かもしれませんけれども、やっぱりビジネスでね、やっぱり今 Facebook が使える、非常に効果があるっていうね、本当に実績が出ていますので、そこはね、好きとか嫌いとかではなくてですね、本当にこれがうまくいくやり方なんだということで、ぜひね、試していただければなというふうに思います。それではね、また今後も改めてこのような形で動画をね、定期的に発信していければなというふうに思いますので、またぜひね、私のメルマガとかもご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ぜひいいねとか悪いのかとかね、あとチャンネル登録もお願いします。バイバイ。